実体二元論の代表例であるデカルト二元論の説明図。デカルトは、消化線において独立した実体である精神と体が相互作用するとした。1641年の著作、政策より、実体二元論の概念図。実体二元論は、止水実体、魂、精神など様々な名前で呼ばれる、能動性を持った、非物質的な実体の存在を仮定する。 この実態は脳から情報を受け取り、脳に指令を返す。このモデルは時に心に関する感性等モデルである。というふうにも表現される。デカルトが精神の座だと考えた消化線。脳のほぼ中央に位置し、師匠の背中側で左右の師匠体に挟み込まれるようにして存在する。実態に言論とは、心身問題に関する刑事上学的な立場の一つで、 この世界には物と心という本質的に異なる、独立した二つの実体がある、とする考え方。ここで言う実体とは、他の何にもよらずそれだけで独立して存在し得る、物のことを言い、つまりは、脳がなくとも、心はある、とする考え方を表す。ただ、実体二元論という一つのはっきりとした理論があるわけではなく、一般に次の二つの特徴を合わせ持つような、 考え方が実体二元論と呼ばれる。この世界には肉体や物質といった物理的実体とは別に魂や霊魂、自我や精神、また時に意識などと呼ばれる能動性を持った心的実体がある。そして心的な機能の一部は物質とは別のこの心的実体が担っている実体二元論は心身二元論、物心二元論、霊肉二元論、 古典的二元論などとも言われる。単に二元論とだけ表現されることもある西洋では、歴史を遡れば古代ギリシアのプラトンまで遡ることができるが、特に代表的だとみなされているのは17世紀の哲学者デカルトの二元論である。実体二元論は歴史的、通俗的には非常にポピュラーな考えではあるが、現代の専門家たちの間でこの理論を支持する者は、 ほとんどいない。ただし、ペンローズ、ハメロフ、エックルズ、ベック、ジブ、歩行などによって二元論の発展型や改良型とも言えるような量子脳理論が唱えられている。また思想家の吉本隆明は、精神と脳という言葉を用いているからといって、それを即二元論と捉えて批判していること自体に、自然科学や還元論がうちに含んでいる方法論上の問題がある。 といった内容の指摘をしている。紀元前4世紀の古代イギリシャの哲学者プラトンは、著作、パイドンの中で、死は相馬からのプ死刑の分離であり、そして分離したプシュは永遠に不滅であるとした。不滅であることの一つの理由として、プシュは部分を持たないとした。つまり何かを破壊するためにはそれを部分に分けなければならないが、プシュには部分がないのだからそれは分けることができない。 すなわち破壊不可能であると論じた。そして不滅であることのもう一つの理由として、物事の状態は互いに逆の状態からもたらされるということを挙げた。生きているとは、相馬とプシュケイが一つになっていることであり、死はその反対、相馬とプシュケイとの分離であるとした。こうしたプラトンの説も二元論だとするのが従来の定説であった。 17世紀のフランスの哲学者、ルネ・デカルトは、我思う、ゆえにはがありという表現を掲げつつに言論を唱えた。デカルトは、空間的広がりを持つ思考できない延長実態と、思考することができる空間的広がりを持たない C 実態の二つの実態があるとし、これらが互いに独立して存在し得るものとした。この考えは、デカルトに言論と呼ばれ、 デカルトのこの説がしばしば実体二元論の代表的なものとして扱われている。歴史的に直近に実体二元論を唱えた人物としては20世紀のオーストラリアの神経生理学者ジョン・エックルズが有名である。エックルズはしばしば最後の二元論者などと呼ばれている。デカルト的な二元論は近現代の自然科学の哲学的な基礎を作ったが同時に 自然科学が発展するにつれ、徐々に支持されなくなっていった。機械論が普及するにつれ、この世界で正規している現象はすべて力学で説明できるはずとする考えが、自然科学者らの間で広く受け入れられてゆき、デカルト的な二元論は理論的に何があると考えられるようになっていった。デカルトは、消化体において物質と精神が相互作用するとしたのである。 しかし仮にこうした相互作用があるとするならば脳において力学の説明していないことが起きているとしなければならなくなる。この相互作用の問題はデカルトが理論を提出した当初にすでに指摘されていたが力学が発展し機械論的な見解が普及していく中で大きな問題点とされていくようになった。ガリレー・ニュートン以後に発展した機械論的世界観と整合性を持たない と考えられたからである。その代わり、現代では物理主義を採用して、その立場からデカルトの説の難点を指摘する人もいる。実体に言論で問題となるのは、一つにはデカルトの考え方はカテゴリーミステークではないかという点である。また一つには因果と関わる問題である。物質と精神を完全に別の二つの実体とすると、 両者の間の関係を考える必要が出てくる。また、精神が物質に命令を与えるとする考え方は、1980年代に行われた自発的な運動に伴う準備電位の前後関係に関する実験結果を見ると説得力を失う。1949年、イギリスの哲学者、ギルバートライルは、著作ザ・コンセプト・オブ・マインドにおいて、実体に言論を 概念上の混乱として批判した。ライルは、脳とは別に、実体としての精神を想定するデカルト的な二元論を、機械の中の幽霊のドグマと呼び、カテゴリーミステークという概念上の混乱によって、もたらされた誤りであるとした。運動準備電位の観測例。被験者が動作の決定を意識するよりおおよそ1、3秒ほど前から、 関連する脳活動による電位の変化が計測される。実体に言論においては人間の意図的な行動というのは精神からの指令によって引き起こされるものとされる。しかしこうした考え方の問題点を浮き彫りにする実証実験が1980年代にアメリカの神経科学者ベンジャミン・リベットによって行われた運動準備電位についての一連の研究である。つまり脳の中で 全員変化が観察されるということであり、精神が指令しているという説は説得力を失ったと人々は感じることになった。アメリカの哲学者、ダニエル・デネットは、1992年の著作、コンシャスネス・イクスプランドの中で、因果的閉鎖性を破るような心身の相互採用は、もしそうしたものがあるとすれば、エネルギー保存則を破ることになると説明した。またデネットは、 仮に脳内のどこかで今まで静止していたものが何の物理的な力も受けずに突然動き出したり、また今まで動いていたものが何の力も受けずに突然静止したりするなら、そこではエネルギー保存則が破れている。だから非物質的な精神が物理的なものに影響を及ぼすという考えは物理学の法則と矛盾するものであり。 考えただけでコップを宙に浮かすことができるといったサイコキネシスや超能力の実在を主張するのと何も変わりないと説明した。実体に言論では一人の人が、または一つの脳が分割できない一つの精神を持つとする。しかしこうした分割不可能な一つの精神という考えは実際の様々な病気や臨床例を見ていくと、それらと整合的に理解していくことは難しい。 以下、そうした点について説明する。分離脳。編集詳細は、分離脳を、参照工事脳機能障害。編集詳細は、工事脳機能障害を、参照実態に限これはデカルトが述べた、精神を持たない人間の話を見てみるとわかるが、デカルトは精神を持たない人間は、ごく単純な反応しか返すことができず、様々な場面での適切な振る舞いは行えないだろう。 と考えていた。つまり人間の持つ様々な工事機能は、非物理的な精神は一手に引き受けているという捉え方をしていた。しかし神経科学や医療現場で様々な臨床例が集まり始めるにつれ、人間の工事機能に対するそうした単純な考え方は徐々に維持するのが難しくなっていった。それは人間の持つ様々な工事機能が 選択的に破壊されることが分かってきたからである。例えば、耳は聞こえ、言葉を口にすることもできるのに、人の話を理解することができなくなる事例や、また古いことは覚えているのに、新しいことを覚える能力が失われる例など、脳の部分部分の障害が、人間の持つ工事機能の一部だけを選択的に失わせていくような例が、多数調べられ、情報として蓄積されてきた。 脳機能極在論なども参照のこと。エベン・アレグザンダー2012年10月、脳神経外科の世界的権威である、エベン・アレグザンダーは、死後の世界は存在すると発言した。かつては一元論者で、死後の世界を否定していた人物であったが、脳の病に侵され入院中に、臨死体験を経験して回復した。退院後、体験中の脳の状態を、 徹底的に調査した結果、昏睡状態にあった7日間、脳の大部分は機能を停止していたことを確認した。そしてあらゆる可能性を検討した結果、あれは死後の世界に間違いないと判断して、自分の体験から脳それ自体は意識を作り出さないのではとの仮説を立てている。サムパーニア2013年、蘇生医療の専門家で死後体験の研究者である。 サムパーンニア博士は脳波停止して蘇生した患者に停止後に意識が存続していた患者が複数いたことが分かり意識は脳とは別個の存在なのかもしれませんと語ったジムタッカー精神医学のジムタッカー博士は物理法則を超える何かがある物理世界とは別の空間に意識の要素が存在するに違いないその意識は単に脳に植え付けられたものではない 宇宙全般を見る際に全く別の理解が必要になってくるだろうとの仮説を立てている。ほ、コークニオの見解、編集数理物理学、量子力学、脳科学、金融工学者であるほ、コークニオは、場の量子論では、ゼロ点エネルギーの総和が計算上無限大になるという発散の問題を繰り込み理論によって回避しているものの、 天井の粒子という従来の物理学上の矛盾は内包している。それに対して素領域理論では粒子は最小領域の中で弱気されると捉えるのでその矛盾は生じず、また個々の粒子に対応する場を無限に想定する必要もなく、それぞれの泡の固有振動数の違いよって異なる粒子が弱気されると捉える。故にミクロからマクロのスケールにまで適用される。 統一上理論であり、超限理論よりも、はるかに時代を先駆けていたのが素領域理論なので、あると述べている。素領域というビールの泡の外と内は、どのような構造になっているのか。歩行士は、泡の内側は素粒子で構成される物質の世界で、あるのに対して、外側は非物質で、ライプニッツのユーモなどのような絶対無限の世界。そこは、完全調和なので何も起こらない。 ある時完全調和に崩れが起きたことによって泡が発生し、それぞれの泡の異形に応じた素粒子、物質が生まれるのです。そして人間が肉体の死を迎えると非物質の魂となって元の素領域に溶けていくんです、と述べている。イアン・スティーブンソンも参照天章を扱った学術的研究の代表的な例としては、超心理学研究者、 精神科教授のヤン・スティーブンソンによる調査がある。スティーブンソンは1961年にインドでフィールドワークを行い、いくつかの事例を信頼性の高いものであると判断し、前世の記憶が研究テーマたり得ることを確信した。多くは2から4歳で前世について語り始め、5から7歳くらいになると話をしなくなるという。日本の前世ブームの前世少女のような思春期の事例や、 シャーリー・マクレームのような大人の事例は、成長過程で得た情報を無意識に、物語として再構築している、可能性を鑑みて重視せず、2から8歳を対象とした。前世を記憶する子供たちでは、子供の十二の典型例を考察している。竹倉詩人は、スティーブンソンの立場は科学者としての客観的なもので、方法論も学術的であり、1966年の、 生まれ変わりを思わせる二重の事例はいくつかの権威ある医学専門誌からも好意的に迎えられたと説明している。赤坂博雄優はスティーブンソンは生まれ変わり信仰に肯定的であり、むしろ一連の前世研究は前世や生まれ変わりが事実であることを証明しようという必要な意思によって支えられているかのように見えると述べている。スティーブンソンの前世研究は世界的発明家、 チェスター・カールソンがパトロンとして支え、子供たちが語る前世の記憶の真偽を客観的、実証的に研究するザ・ディビジョン・オブ・パーセプチュアル・スタディズは、いくつかの思考実験と機能推論に関する原則を導入することで、実体に言論を擁護している。脳神経外科の世界的ケイ・エベン・アレグザンダーは、2012年10月に、死後の世界は存在すると発言した。 かつては一元論者で死後の世界を否定していた人物であったが脳の病に侵され入院中に臨死体験を経験して回復した。退院後、体験中の脳の状態を徹底的に調査した結果、昏睡状態にあった7日間、脳の大部分は機能を停止していたことを確認した。そしてあらゆる可能性を検討した結果、あれは死後の世界に間違いないと判断して、 自分の体験から脳それ自体は意識を作り出さないのではとの二言論の仮説を立てている。サムパルニアの見解、編集大機元日本7月6日英国の医師、サムパルニア氏は魂の存在を科学的に実証することを試みた。パルニア氏は天井の近くに一つの板を吊り上げ、その板の上に小さな物体を置いた。この物体が何であるかは、 パルニア氏のみが知っている。もし亡くなった人の魂が天井まで漂い浮かび上がることができるならば、魂は物体を見ることができるという仕組みだ。パルニア氏はこの方法で100人の患者に実験を行った。そのうち救急蘇生で生き返った7人が全員盤の上に置いてある物体を正しく認識していたという。これによって魂は確かに存在し、 肉体から離れて存在できると同士は言う。魂は漂うことができ、移動することができ、生命のもう一種の存在形式であると結論づけている。日本の思想家、吉本隆明は観念論や唯物論の対立を乗り越えるために、疎外論を用いた心身二言論を展開している。疎外とは、そこから派生するがそこには還元されないという意味である。意識は、 体がないと発生しないが、脳のような体の部分部分には還元できない。生命体の体は、機械のように要素や各部分に分解して、また組み立て直すことはできない。分解したら死んでしまい、意識は消え、生命体ではなくなってしまうからである。要素性ではなく、身体的な全体性こそが、生命現象や意識の本質なのである。よって、体と精神は、 相対的に自立していると考えている。霊魂や生命エネルギーは、デカルトの人間論のように大脳や消化腺のような部分や器官に集中して偏在しているのではなく、生物のすべての細胞にまんべんなく存在するものである。だから脳死しても他の器官が活動し続けるという現象も起こるのであり、死とは瞬間的な現象ではなく、 すべての細胞が死滅するまでの段階的な過程なのである。意識と体は炎とろうそくの関係に似ている。ろうそくが存在しないと炎は生まれないが、炎という燃焼現象はろうそくには還元されない。よって、いくらろうそくを調べたところで炎という燃焼現象の本質は理解されない。炎はろうそくから阻害された現象なのである。吉本は、 すべての生命体を原生的阻害と呼び、自然から阻害されたものあるから、自然科学的には、心的現象や S は観察できないと述べている。S や心的現象とはもともと物質ではないのである。しかし、自然科学的に観察できないからといって、存在しないわけではないし、オカルト的なものでもない。文学や芸術が自然科学的に説明できないにもかかわらず、 確実に存在するのと同じである。心身二元論を自然科学者が否定するのは当然であり、S や心的現象はもともと自然科学的カテゴリーではないからである。物理的現象ではないために因果的閉鎖性など最初から考える必要がないのである。脳の動きが物理的な作用によらずに動き始めたら超能力だというが、生命とはもともとそういうものであり。 無生物が何も物理的な力を加えずに動き始めたら確かに超能力だが生命体が自分の意志で自分自身の体を動かす分には何の矛盾も問題もない。自分の意志で自分の体を動かすことができるから生物なのである。心的現象とは自然科学的に観察するのではなく文学や芸術のように人文科学的に了解することによって 初めて出現するのである。吉本は、心的現象とは、幻想であり、自然科学では取り扱えないために、幻想は幻想として取り扱わなくてはならないと、指摘している。脳科学や、神経学の発達で、知覚の問題は説明できるかもしれないが、人間の持つ、感想、解釈、意味付与価値観、神美眼の問題は説明できないのと同じである。 だが、現代の心の哲学の文脈の中では、単に二元論といえば、クオリア、現象的意識に関する自然主義的二元論のことを指すのが一般的である。ありがとうございます。